イーチャリティーチャンネル。はい、箱根駅伝のね、第2中継所、戸塚中継所に到着しました。だいぶね、ちょっと気温も暑くなってきたんですけども、早速ね、バッテリー残量の方見てもらいたいと思います。はい、バッテリー残量 56% になってます。はい、で距離がね、44.9km ということでね、先ほどよりね、ちょっと伸びたのかなというふうに、感じてます。はい、でまあ、駅伝でしたらね、すごい、難所のですね、まあ、ゴンタ坂っていうね、坂があるんですけども、まあ、その坂もですね、まあ、さすがね、電動自転車ということでね、もう楽々、まあ、坂っていうのを感じないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、全然ね、まあ、トレーニングしてない方とかでもね、あの普通に楽々登れちゃうぐらいね、パワーが、あります。まあ、まだまだね、全然いけそうなんで、また後半ね、頑張っていきたいと思います。次は、平塚中継所に向けて走っていきます。はい、平塚のね、中継所を少し越えたところで撮影してます。まあ、平塚中継所はね、ちょっと車とかがね、止めれなかったりするので、少しね、過ぎたこの海のね、ところで今撮影してます。早速なんですけども、バッテリーの残量の方を見てもらいたいと思います。バッテリー残量がですね、 44% ということでね、まあ、本当にですね、平地だとあんまり減らないですね。まあ、この調子ですと、次の空もですね、平地がメインになりますので、最後のね、最終区間まで、行けると思います。で、山がね、登りきれるかどうかっていうのはですね、ちょっと行ってみないとわからないんですけども、引き続き頑張っていきたいと思います。はい、最終のですね、小田原中継所に到着しました。もうね、ちょうど今お昼時なんで、めちゃくちゃ暑くなってきてるんですけども、じゃあ気になるバッテリーの方見てもらいましょう。ドドーン、 32% ですね。はい、で、まあ、TB1 でね、来た時はですね、確かここの時点で50いくつか60とか、なんかそんな感じの残量だったと思います。で、最終のね、まあ、今から山を登っていくんですけども、TB1E はね、最終一番上まではちょっと登れなかったんですけども、果たしてですね、パナソニックジェッターの方は登りきれるのでしょうか。まあ、32% あればね、ちょっといけちゃうんじゃないのかなっていうふうにね、思ってるんですけども、まあ、かなりですね、坂も激坂になってきますので、ギリギリの戦いになると思います。まあ、最後の区間ね、楽しんでやっていきたいと思います。はい、小田原中継所ですね、まあ、出てからね、まあ、ちょっと走ったところなんですけども、まあ、緩やかなですね、上り坂がずっと続いてます。で、バッテリーがですね、出るときは 32% だったのが、30% に減ってますね。予想以上にね、ちょっと減るの早いなという感じです。総走行距離がですね、 89.4km になります。で、今ケーデンスがね、だいたい70ぐらい回してます。まあ、スピードがね、だいたい17km とかね、そんな感じですね。まあ、普通にね、まあ、誰でも、焦げそうなぐらいの力で漕いでます。まあ、温泉街というか、結構ね、人いますね。はい、今ね、あと残量 27% まで落ちてきてます。ちょっと不安ですね。朝日橋というところですね。前もなんかそんなこと言ったような気がするんですけど、
はい、ここからね本格的に山道が始まります。ギアもね結構軽めのギアにして、今走ってます。はい、 91.4 キロ地点。あー涼しい、上めちゃくちゃ涼しいです。ケイデンス70ぐらいですね、維持してます。スピードが15キロぐらいですね。はい、じゃあバッテリーの残量をですね放置した状態で登っていきます。あー川最高ですね。まあ、前回走った時よりもですねちょっと早く着いたような気がしています。まあ、前回はですね走っている途中のね動画を撮るのにも結構時間使ってたんで、まあ、実際はね、走ってる時間っていうのはそんなに変わらないかもしれないんですけども、まあ、そこら辺はですね、まあ、ジェッタを 700C というね大きめのタイヤを履いているので、まあ、そのせいで速く感じている気がするということにねしておきたいと思います。おー川むちゃ綺麗。はい、残量がね 20% になりました。いやーやっぱりね坂は早いですね。減るのがもう 13% も減っちゃいました。まあ、速度がねやっぱり出ないんで、まあ、その分ね、まあ、バッテリーのパワーもね、使ってしまうんだと思います。あー 19%、まあ、本当にですね平地だったらね 1% 減るのも全然減らへんやんっていう感じだったんですけど、上りはですね本当にカウントダウンのようにバッテリー残量が少なくなってきます。ここはあれですよね、ドラムスペラルのインターハイのね舞台ですね。実際ああいう自転車競技の人ってねどれぐらいのスピードでこの坂を登ってるのか一度ね、まあ、レース自体も見てみたいなと思うんですけどね。まあ、オリンピックもあるんですけど、まあ、今はねそれまでの大会という大会がですね、まあ、中止になっていってるんで、なんかね中止せずやるレースがあればね機会があればぜひ1回ね見てみたいと思ってます。 18% 落ちてきました。でもこの山のね景色はめちゃくちゃいいですね。こう緑とねツツク帽子の声とこのね上り坂、電動じゃなかったらこれでもめちゃくちゃきついんでしょうねこれ。まあでもね、まあ、電動、まあ、e バイクもそうなんですけど、まあこういうのに乗るとね例えばその弱虫ペダルでみんながね走ってるコースをね実際にこう自転車を漕いで、体験してみるっていうことがね可能になります。しかも上りだけ見るとですね結構多分いいスピードで登り続けられるんで、トレーニングなしでですねそういった選手とね同じ景色が見れるっていうね、まあ、この e バイクっていうのはねめちゃくちゃ素晴らしいと思います。まあ、今も若干ね息は切れてはきてますけども、でもねその電動じゃない自転車のね、上りに比べるとねこうやって喋りながら走るね余裕があるだけでもすごいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ僕は最近ね毎朝1時間ねロードバイクでトレーニングやってますけども、多分この坂登ったらめちゃくちゃ遅いと思います。
登りきれないってことはない、いやどうかな、ちょっとわかんないですけど、 16% まで落ちてきてます。まずいですね、このままでは登れない。すいません、なぜかモードがねハイになってましたね。今オートモードに落としました。 15% ノーアシストに来てみたいと思います。というかまあエコモード、あーエコモード、あノーアシストバリしんどい重っ、全然進まないですね。エコモードはどうでしょう、まあ、エコモードでもねパワー弱いなって感じしますけど、でもあるのとないのではもう天と地の差があります。はい、じゃあオートモードに戻してやっていきます。バッテリーがね残り 10% になりました。数字とねこの残量の部分が点滅し始めて、まあいよいよね切れそうだっていう感じがしてきます。ちょっとね乾燥厳しいと思うんですけど、ゲルとかまで登っていきます。はい、 10% になってね、なんていうか、まあ、心なしかパワーが落ちたような気がします。ギアもねちょっと軽めにして登ってますけども、なかなかこの辺りから登りもきつくなってますね。あー 9% です。 9% に落ちました。結構こういうねずっと坂なんかを登ってると残り 5% ぐらいからね一気にゼロになったりすることとかあるんですけど、今回はどうですかね。いやでもこれ本当ね、これからさらにね自転車にぴったりな涼しい季節にねなってくるんですけど、まあこの道ねちょっと車多いんですけどめちゃくちゃいいですね。木陰がメインでねずっとね、涼しいんでめちゃくちゃ気持ちいいです。景色もねこう緑ばっかりで、なんかこうね自転車ばっかりに囲まれてる日々とはですねちょっと違っていいですね。なんか、まあ、この辺りは比較的ねちょっと傾斜が緩やかなんでめちゃくちゃ走りやすいです。やっぱり平地に入った瞬間ねバッテリー残量あんまり減らなくなってきました。 10% 切ってからねしぶとく残ってますね。全然8にならないです。あ、なった、8になりました。傾斜もねさっきよりも薄い感じがします。 5% になりました。今ですね箱根宮の下郵便局というところですね、消防署もあります。いやこれは乾燥は無理ですね。ちょっと、まあ、多分ですね平地ね結構のんびりしたペースで走ってたんで、平地ね、まあ、もうちょっとしっかり走ってですね、まあ、大体ね今日は20キロ時速20キロ前後でね、走ってたんですけど、あれバッテリーが 0% で点滅してます。僕が言ってた通りですね 5% ぐらいから急に 0% になる現象が起こしてしまいました。一応まだねアシストは効いてるんですけど、もう間もなく多分ストップすると思います。あーやばい、ペダルがめっちゃ重なってきました。まだね微妙にアシスト効いてます。
美濃平入口というねバス停を通り過ぎました。まだ実は 5% 残ってるのかもしれないですね。何かの拍子に 0% にね枯れてしまいましたけど、結構あれじゃないですかね、 TV ファンで止まったあたり多分この先だと思うんですけど、あーなんかよりアシストが弱くなった気がします。しかしまだねアシスト効いてますね。よし、アシストオフモードに勝手になりました。これでね完全にバッテリーがねなくなった状態です。いやー前回のね TB1E よりちょっと距離短いですね。いやー残念です。はい、お疲れ様です。芦ノ湖にやってきました。しかし残念ながらですねこのパナソニックジェッターではですねここまでねたどり着くことができませんでした。で最終ですね、途中で止まってしまったんですけども、前回のですねブリヂストン TB1E よりはですね若干ねちょっと短い距離でねストップしてしまいました。で今回のですね走行距離なんですけども 99.8 キロ、バッテリーがね、0% になってしまいました。はい、でメーカーのですね発表している数字がですねオートモードでね54キロっていうことなので、約ね100キロ走れたっていうのはね、すごくいい数字なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で今回はですね平地もですね街中を走るような感覚でゆっくりね漕いでたんですけども、そこをですね急ぎ目に漕いでですねバッテリーを温存できてればですねもしかしたらね、完走できてたんじゃないのかなっていうようなね結果でした。でこちらのね、ジェッターはですね、700C のねタイヤを履いてまして、26インチよりもね若干タイヤが、大きいんですけども、やはりですね、26インチのね自転車と比べるとですねすごいね走り心地がいいです。ですごいね進む感じも TB1 とね比較するのもまたちょっと違うのかもしれないんですけども、僕はね結構ジェッター、昔からですね好きなんで、ジェッターやっぱりねいいなっていう風に、すごく感じました。はい、で話題のですねダウンチューブのバッテリーなんですけども、正直なところね、今回ここにね移動したから、どうっていうのはですね、見た目以外にね僕自身はね感じることができなかったんですけども、もしかしたらねここにですね重量が来ることですごい走行のバランスが良くなってるとか、そういったこともね、あるんだとは思うんですけども、それよりもですねボトルがどこにもつけれないっていうことの方がちょっとどうなのかなっていうふうにね感じてしまいました。はい、そういう形でねパナソニックのジェッター、すごいですね走り心地もすごい軽快でね誰にでも最初にチャレンジする e バイクっていう形でね、すごくねいいんじゃないかと思います。背のね低い方もですね、これね、サイズ小さい方になるんですけども、僕171センチなんですけどもちょうどねいいぐらいのサイズでした。大きいサイズね僕ちょっとまだ乗ったことないんでどちらがねいいのかっていうのはちょっと何とも言えないところではあるんですけども、乗った感じのねフィット感はですねちょうどいいぐらいっていうね、フィット感でした。はい、あとねさすがにちょっと100キロ乗るとですねお尻痛くなってきてたんですけども、とはいえですねこれかなりねサドル自体が大きめっていうのと、クッション性がすごくいいんでですねこのサドルもね、乗り心地いいと思います。でね箱根駅伝のコースをね電動自転車で走り切れるかっていうね企画はですね、今回2回目、2車種目ですね
2車種目になるんですけども、これからね多分どんどんバッテリーは大型化してきてですね、まあ、電動自転車はね、まあ、どん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 長距離走れるようになってくると思いますので、次またね長距離がね走れそうな車種でですね、また、チャレンジしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。